高速入口。名古屋出だしに東京を打てて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 。魚旅は今日の昼ごはん魚に決まり。日本坂と日本平どっち行こうか。日本平の方が良さそうやな。なんか富士山見えるかな。富士山。1年生になったら、1年生になったら友達100人できるから、100人で会いたいな。日本一の富士山へ、どっこいどっこいどっこいしょ。行きましょうか。日本平パーキング、何があるんだろう。多分行ったことないかもしれんな。ここよいしょ。腹減った。はい、日本平のねパーキングにやってきました。結構広いね。ここ富士山見えるんかな。こっから富士山見える。富士山は見えんのかな。日本平来ましたね。見えますね。マグロ、いいっすね。何しようか。バチマグロ、富士宮焼きそば。これにしようかな。富士宮焼きそば定食。はい、はい、来ました。焼きそば、富士宮焼きそば定食と味噌汁ですね。焼きそばと、これがアジフライとコロッケかな。なんか調べたらね、この日本平のパーキングで富士山が見えるってね書いてたんですけど。はい、じゃあこれからね1時間ちょっと、1時間10分ぐらいに、1時間10分ぐらいで着きます、山梨にね。清水ジャンクション、 JCT 清水ジャンクションで豊富方面、新東名方面行きます。中部横断道、
から中部横断道甲府方面に行きます。右行ったらね新東名、いつもの東京方面ですね。高いですね、山が綺麗。さっきまでほんまに大雨だったんですけど、一気にね快晴になりましたね。よかった。よいしょ。ここは結構ね山道上り下りしてきましたけど、トンネルがな、なんか長いトンネルがあったな。これは富沢温泉料金所中央断道。出てきましたね、街中に。ここは 山梨ですね、もう山梨から。富士川本線料金所。ここは中部横断道です。はい、南アルプス市突入しました。南アルプス市ね。アルプス一番弱小ヤギの上でアルペン踊りをさあ踊りましょう。タタ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 タここね、まっすぐ確かに一回行ったことあるんですけどね。ここファミリーマートがあって、セブンイレブンがあって、ただまっすぐかな。これ左か、確か。ちょっとね、さっき入ってきたの見たら分かると思うんですけど、ちょっとね入りにくいんで、ぐわーっと大回りしてぐわーっと来て、はい、こちらがね、富士ランスポート山梨店の事務所でございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。山梨店のね、ドライバーさんにインタビューします。よろしくお願いします。お願いします。今から出勤されるんですですね、はい。6時過ぎに出て、まあまた朝方に帰ってくる感じなんですか。ですね、はい。今ご年齢は、今こいつが25ですね。25歳。はい。平成じゃあ7年ですね。平成10年とか。10年。はい。平成10年。はい。さっきちょっとお話したんですけど、もともと鹿児島って言ってましたね。はい、本当にもう何もかもゼロからのスタートで、うん、ですね。で、鹿児島支店で面接して、じゃあこっちに来られた。はい、ですね。なんか山梨に来られたなんか理由とかなんかあるんですか。理
由が、自分がもともとあのキャンプが好きで、はい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 、その富士山の周りでキャンプをしたいなと思って、あ、河口湖とかですね、川口湖、元栖湖、富士五湖ですね、はい、そこでしたいと思ってこちらに来ました。もうじゃあ休日はソロキャンプとかですね、そうやるんですか。はい。へー、どこどこ、どういうキャンプ場があるんですか、この辺って。有名なキャンプ場ってこの辺だと、その元栖湖の周りだったりとか、富士山の麓の方だったりとか、麓っぱらっていうすごい広いキャンプ場があるんですけどですね、そこなんかありますもんね、はい。富士山は登らないんですか。あ、山登りはなかなかしないですけどその YouTube とかいろいろ動画もあったので、はいはい、それなんかでいろいろ情報を見たりとか、あ、それで結構気になってですね、まあ、これがちょっと大変な、いろいろ暑いですけど、はい、本当に熱中症に気をつけて、はい、はい、頑張ってください。はい、そうです、わかりました。すいません、インタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。以前ね、インタビューしました。してもらいましたね。はい。仕事は順調ですか。順調にやってます。はい、何事もなく、今のところやらせてもらってるんで。以前来た時は多分5、6人でしたよね。多分だいぶ今増えました。5、6人ぐらいで、今は10人。はい、10人。なりましたね、この間入ったので。もう基本的に路線員か、夜走るんでしたっけ。基本夜ですね。基本は夜で、いろいろ。もう10台中、山梨県の10代中じゃあほとんどがもう夜走る、ほとんど夜ですね。昼走ってる人はいないかな、今は。はい、いないですね。じゃあ休日は家族と。じゃあそうですね、土日中心の休みになるので。あ、まあ、いいですよ。そうですね、行きましたね前は。土日中心、土日中心に休みになるので、はい、まあ家族と出かけたり、全然普通にディズニーとか日帰りでも行けますし、うん、行くんですか、ディズニー日帰りで。行きますよ。日帰りで行くんですか。この間ユニバーサルスタジオジャパン行った時も一泊ですよね。あ、ユニバーサルさすがに一泊ですか。さすがに一泊です、ね。なんかディズニー日帰りってなんか夢のような。だったらディズニー日帰り行けるんだったら、はい、年間パス買った方がいいですよ、ね。そこまで行かない。まあ、そこまで行かないですか。そこまで行かないですけど、でもあの全然日帰りで行けるところなの で、ね、はい。まあ土日ね、連チャンで毎週行くのもいいですね。あ、そうですね。行こうと思えば行けるね、忙しい中ありがとうございました。今から出勤ですよね。そうです、今から出勤して、はい、今から、はい、あの行きます。はい、はい、で今から気をつけてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おはようございます。チャンケブログのチャンケです。はい、ただいまね、中央道の甲府南の高速の入り口に来ています。先ほどね、山梨支店をね出発して、今からね埼玉の方に向かうんですけど、まあ3時間ぐらいですかね。甲府南インターチェンジ、はい、ちょっと談合坂、ちょっとねトイレ休憩、トイレ行きます。談合坂、あ、スタバがあるんじゃ、談合坂。ほうとうと和食の店って、んー、これめっちゃうまそう。背油にんにく中華そば。便座に座ってて、あのウォシュレットあるじゃないですか、ウォシュレットをねやってて、止めるボタンを押してもねなかなか止まらんくて、何ぼ押してもねウォシュレット止まらんくて、一旦電源抜いて帰りました。うわ、やばい、ゲリラ豪雨、前が見えないぞ。ゾウさん、ゾウさん、八王子本線料金所、調布から渋滞してるな、12キロ。八王子本線料金所から、ここからね調布とか府中とか回っていきます。これ左手が競馬場ですね、府中の。新宿ジャンクション。結構久々に首都高速走るけど、ちょっと気張るな。信号よし。板橋ジャンクション。
はい、来ました。ここ右側ね、埼玉市だ。はい、埼玉支店到着しました。ここよくね利用してました。洗車機もね目の前にあるし、埼玉県といったら、山田うどん、そこね行きがけにあった山田うどんね、ちょっと行こうかなと思います。はい、到着しました。ファミリー食堂山田うどんね、埼玉県行ったらねこれがやっぱ食べたいですよね。うどんももちろんね、そばとか天ぷらとかいろんな丼物もねありますもんね。さすがだな、テンション上がる。カレーうどんもうまそう。スタミナ焼肉定食の B セットで、はい、ザルラーメンを、はい、やっていきましょう。これがスタミナ焼肉定食とセットのね醤油ラーメンです。埼玉のソウルフードごちそうした。うまかった。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ今お若いですよね。若いですね。何歳ぐらいですか？これ22歳です。22歳。はい。じゃあ大型は取ったばっかりみたいな。そうですね。半年前に取ったばっかりですね。はい、まあ、はい、ほとんど大阪、兵庫、京都、奈良、そこら辺ですね。じゃあ関西方面がメインで。はい。私はもうほとんど寝てるか、寝てるゲームしてるか、あ、飯食いに行ってるかですね。22、若いですよね、まだ。若いですね。何でもできるっすね。何でもできますこの辺なんかあるっすか、美味しいご飯屋さんあるんですか？この辺だと、美味しいご飯屋さんですか？はい、一番近いとこだと、はい、野田の梅里駅っていうところの近くにある、はあ、梅里駅の近く、はい、新道屋っていう、新道屋本物の家系ラーメンがあるんですけど、じゃあ明日僕野田行くんで、お、じゃあ新道屋行きます。もう熱気が違うんで。マジですか？はい。あ、ラーメン結構好きなんですか？ラーメン好きですね。ラーメンと寿司よく食べに行きます。はい、あ、今埼玉支店入って何か2ヶ月入って今5ヶ月目ですね。あ、5ヶ月前もじゃあ運送業ちょっと行った感じなんですか？前もそうです。あ、2トン車で周配やってました。はははは。4年間でここで大型乗ってみたいな感じで、はい、今回インタビュー受けるって、はいはい、ついさっきちょこちょこっと見たぐらいです。あ、ほんまっすか？はい、はい、まだ YouTube 見てください。見ておきますはい、ということでね、まあ埼玉支店若い方もね最近ちょくちょく入ってますよね。まあちょこちょこ増えてきてますね。ですよね。
ということでね、埼玉支店、若いドライバーさんにインタビューしました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。スーサーソー